こんばんは。2020年8月9月8日ね、週間再生数節約ね、もうランニングウォーキング結果です。1回のみなんですがね、2週間連続で1回で、今月はまだ2回です。1つが先月なんで、今週は2122再生いただきました。ありがとうございます。8.2 時間の再生時間いただきました。2000再生はね、最近ちょこちょこまた出るようになったんですけど、なかなかね、多い方です。最近では多い方ですね。40.7 万再生ですね。で、節約はね、8361円とありますがね。これはね、660円なんか、安いじゃないな、なんだっけ。いや、ベースボールよりパ・リーグの方がね、2ヶ月休戦なんですけど、パ・リーグのね、配信にね、もう9月になるんで、まあ、僕の場合はね、クライマックスシリーズ出場を、ね、しないだろうし、それでいいのもあって、それで、今月ね、10月、9月30日まで見るんで、今月来ても、それで切ったんでね、浮いた分をね、2ヶ月の計算なんで、しましたね。で、ただその分を差し引いても、その分足せなくてもね、6092円ペースですね、出費のペースがね、2ヶ月でね。まあでもスワーバンチャージは、母校大学で、文化祭母校大学野球観戦で、まあね、行くんでね、ランニング3で4日間で664キロカロリーですが、で、今月のね、ただ土日はね、ちょっと今週休んでましたね。クソの体の料理マシンね、7日間だ。あ、9月5日のショートブイログ434再生です。ショートブイログは434再生なかなか珍しいですよ、僕にはね。 38.8% ですね、平均視聴時間の17秒ね。9月の中で料理マシンね、トーストの、ね、6秒328再生 136.5%、 ソーセージを切って、ね、僕に舐めるトーストのところが、カツを使う料理マシン、オムレツ、オムライスね、19秒 111.8% で、ね、181% で、ね、もうどれくらいのオムライスで、ね、8月3日からブログでね、ブルーホーケーシーマチックね、158再生と、9月7日ね、料理マシンね、これは27秒で、ね、平均使用時間 10.0% です。料理マシンね、チーズね、カレーのね、カレーチーズソースね、カレーで塗って焼いたら使ってるね、199.5%、157再生です。のと、節約は、あれかな、節約は、じゃあウォーキング 1.5 でも、今週月9月ですかね、43月曜日43分22秒132キロカロリー 105bpm です。27.5キロ、3.21キロカロリーで、54分16秒 3.21 キロ150キロカロリー 11bpm 普通ですね。
54分ここでね、で月曜日43分歩いて、なかなかでランニングもしたいってあれなんですけど、なかなか土日休み33分4秒でも下平日もそんなに多くなかったね。カードフィーカーでね、だって69カロリー、179カロリーで 1227BPM、 心拍ゾーン範囲値は17分30秒、範囲2が9分40秒、範囲3が2分30秒、うまく範囲1と2に抑えられました。再開後に2つのランです。2回目のランです。9秒2819、48秒、2819、131キロカロリーですね。ではありがとうございました。